はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、債務者の危険負担等536条民法536条について解説いたします。まず今回1項と2項あるんですけども、1つずつですね、条文を読んでいこうと思います。まず第1項ですね、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。これが第1項の内容になります。で、まあ、第1項の内容、当事者双方の責めに帰することができない事由って書いてありますよね。それは簡単に言うと、どちらの責任でもない理由っていうことです。どちらの責任でもない理由によって履行することができなくなった時っていうことなんですね。まあ、履行ができなくなったっていうのは、まあ、履行不能と考えていただいて、とりあえず大丈夫です。ちょっと具体例を出していこうと思います。例えば、A さんと B さんの間で、A 所有の建物の売買契約を締結しました。で、まあ、引き渡しは後日行うことにしたと仮定します。で、契約した後、どちらの責任でもない理由によって、建物が滅失した。例えば大地震によって建物が倒壊してしまった、こういった場合ですね。こういった場合、 A さんは引き渡し債務を履行することができなくなっちゃいますよね。もう建物がないわけなので、 A さんは建物の引き渡し債務の履行ができなくなったということですよね。この場合、債権者である買い主は反対の給付の履行を拒むことができるんですね。反対の給付っていうのは代金の支払いのことです。これを拒むことができるっていうのが1項の内容なんですね。で、なんで B さんが債権者なのかというと、今回建物がなくなっているわけです。で、建物についての引き渡し債務っていうのは債務者が売り主 A さんですよね。で、それに対して買い主は引き渡し債権を持っているわけだから、まあ売り主に対して引き渡してくださいって請求できるわけだから、債権者なんですね。建物を引き渡してくださいと主張できる権利を持っているから、 B さんが債権者、買い主が債権者となります。で、反対の給付っていうのは、引き渡しに対して何かを給付する、反対に給付する、つまり代金を支払うこと、これが反対の給付の履行なんですよ。これを拒むことができますよっていうのが一個の内容なんですね。で、そうすると売り主を見てみると、売り主は建物なくなっちゃってますよね。地震によってなくなっちゃってる。で、しかも B さんから代金をもらうこともできないということで、大地震によるデメリット、いわゆるこれ危険なんですけども、これを負担したことになりますよね。つまりここの題名でもある債務者の危険負担って書いてある通り、危険負担は債務者が負うんですよっていう話になるんですね。今言ったように、建物の引き渡しの債務者が売り主ですよね。これが1項の内容になります。で、続いて2項の内容ですね。2項の本文、なんて書いてあるかというと、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対の給付を拒むことができない。このように規定されているんですね。で、今回の2項の内容は、債権者の責任で履行することができなくなった場合なんですよ。例えば、買い主 B さんがこの建物を放火したと。そうすることによって、売り主 A さんは建物の引き渡しができなくなった。まあ、こういった場合ですね。債権者の帰すべき事由っていうのは、債権者が原因でって言い換えてもいいですし、つまり履行不能の原因が債権者にある場合です。そういった場合、債権者は、反対の給付の履行を拒むことができない。つまり、買い主は代金の支払いを拒むことができないって書いてあるんですね。これ当然ですよね。買い主 B が原因でこの建物なくなっているわけだから、B さんが悪いわけですよ。だからちゃんと契約通り B さんは代金を支払ってくださいね。建物の引き渡し受けることができなかったとしても、それは B さんが悪いわけだから、B さんはきちんと代金を支払ってくださいね。代金の支払いを拒むことはできませんよっていう内容です。まあ、こちらは当然の内容ですよね。こっちですね。こっちについては、危険負担は債務者が負うんだと。まあ、危険負担っていうのは、どちらの責任でもない理由で、
不利益が生じた場合、その不利益っていうのは債務者責任負ってくださいねっていうのが一項の内容になります。まあ、これについてはちょっと覚えなきゃいけないんですよね。債務者負担になるよっていうのはちょっと覚えなきゃいけないので、まあ、今回の具体例を入れながら頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。